2016年リオデジャネイロオリンピックの引込み競技は2016年8月7日から8月19日までパルケアクアティコマリアレンクで実施されたオリンピックの引込み競技である大会の運営は国際水泳連盟が行った男子3メートル板飛び込みシンクロの演技をする中国の旗がい緑色に変色したプールの水本大会はシンクロ競技8組個人は 最大34名が出場。シンクロ競技の出場枠は2015年世界選手権から3組、2016年 W 杯から4組、開催国から1組。個人の出場枠は2015年世界選手権から12名、2016年 W 杯から最大18名、各大陸予選5名である。出場枠は選手が所属する国に与えられるが、 同じ選手が複数の大会で出場枠獲得圏内に入ったとしても一つしか出場枠を獲得できず、その分が時点以降の国に与えられることもない。ただし、シンクロ競技と個人の出場選手の合計が136名に満たない場合は、136名に達するまで各個人種目の出場人数が均等になるようにしつつ、 W 杯の成績上位者のところを属する国から補充される。1カ国からは男女8名ずつまで出場でき、一つの種目にはシンクロ競技は1組、個人には2名まで出場できる。日本からは寺内健と坂井進が男子3メートル板飛込に板橋南が女子10メートル高飛込にそれぞれ出場し、板橋が8位入賞の成績を収めた。 ブラジルの法律では、一定規模以上のプールにライフセーバーを置くことが定められているため、競技会場にもライフセーバーが待機している。マリア・レンクセンターの競技用プールの水が、藻が発生したように緑色に変色したが、FINA は安全性に、問題はないと競技は続行された。運営側は変色は、プールに誤った薬剤を投入したことにより、引き起こされたと説明した。 ありがとうございます。